荘門の滝は奈良県天川村にある滝。日本の滝百選の一つに選ばれている。上部は通段に分かれた弾幕で、下部は細い岩肌の隙間を縫うように一気に落ちる。全体の落差は70メートル。未線の登山道から入景し、未線側に沿って、そこの後、裏荘門と呼ばれる岩尾根に登る。登った先の高台は俗に、荘門の滝テラスと呼ばれており、 草門の滝を遠望できる。基本的に滝直下に行く、一般ルートはない。やや北にある観音峰山山頂から、未線方面を見ると、かなりの遠望だが、滝の姿を見ることができる。草門の滝が流れる崖から、観馬尾根までは狭い谷になっており、右側は切り立った、垂直の壁が続いている。草門の滝を含む未線一帯は天川草群と、呼ばれる。 地層帯に覆われる。手前にある白川八丁と呼ばれる河原では白い岩が、占める白川八丁岩体と呼ばれる河口岩体である。これは、大峰河口岩類と呼ばれる、この付近一帯に広がる地質が露出したものであり、この河口岩体類の放入に伴う熱変成作用によって、ホルンフェルス化した砂岩層がやや広範囲に分布している。未線側の谷が、 比較的幅が広く、かつ標高が高いのは、厚生岩石が侵食作用に対して大きい抵抗力を持っていたこと、加工岩類の法入りに伴う地盤上昇が著しかったことなどによるものと推測されており、急旬な滝が形成された理由とも考えられる。国道309号を使って、天川村北住地区の熊渡市へ向かう。最も近い鉄道駅からのアクセスは、 近鉄吉野線下市口駅から車で約45分。駐車場はないが熊渡市の三冊はかなり広いので、路肩に駐車可能。ここ熊渡市で東進する川はさま川と南進する、未線側に分岐しており、未線側に沿って南進する、登山道から南下する。ありがとうございます。